6時になりました。You are going to listen to Dandan Radio 76.1 FM Koza. Let's go! 皆さん、こんばんは。地域から世界に発信するラジオ Dandan Radio! はい、さい、ぐしゅうよう、チューンがなびら、チューン、でんでんラジオ、スタート、やいびん。それでは、うにげーさびら。はい、たい、ぐすうよう、チューンがなびら、7月11日土曜日、ぐぐる9時、でんでんラジオの時間のとおいびん。みなさまこんばんは、7月11日土曜日、午後6時、でんでんラジオの時間になりました。パーソナリティや、しまくてばびんちょうソウル、しんやゆうなと、上村彩音と赤峰龍部やいびーん。スリから英語とシマクトゥバヌタチナクトゥバ近いるパーソナリティとし中学校一年生の板倉シャーナやいびん。 Hello everyone, it's July 11th on Saturday at 6 o'clock. Time for Dandan Radio, ラジオ子供大学。それではこの番組の説明をしていきたいと思います。この番組はシマクトゥバ英語大和口のトゥリリンガル3カ国語で挑戦し、次世代へのシマクトゥバの伝承と多世代異世代国際交流を促進することを目的とした番組です。インターネットを使える環境の方は FM コザと検索するとユーストリーム放送がライブで見られます。皆様どうぞ最後までお付き合いください。この番組はシマクトゥバ英語大和口のミーチネクトゥバチカティちぎぬしでぬちぬちゃんかいしまくてば伝承しうほうくぬしでちがいるしで国際交流ししみるくて目的とそういびん。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、しまくてば英語に関する質問もどしどしお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で 761@FMKOZA.jp 761@FMKOZA.jp です。皆様からのメッセージリクエストお待ちしています。番組名でんでんラジオとお書き添えください。ラジオネームも忘れずに。
ラジオチチョールグスヨーからのメッセージ、直訓リクエスト、しまくてば英語に関する質問など、どんな有志的未就備利用体、メールアドレスすべて小文字で、761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp どちらんでんでんラジオンチ番組のおじかちみそうちラジオネームわしらラングツかちみしゅうびりようたい。はい、今日もスタートしましたでんでんラジオですけども、昨日と今日ですか、昨日おとといかですね、すごくあいにくな天気でしたけども、ね、台風が、ね、来ましたけど、そうですね、うん、先週ラジオでも言ってましたけど台風が来るってことで話しましたけども、こんなに大きいと思ってませんでしたね。あ、そうですね、なんか今でも風強いですよ、ま、雨も降ってて、よんなよんなして言ってると思うんですけどね、シャナさんはね、その時ね、すごく笑顔でしたけども、どうでしたこの台風どうでした、いね、休み0.5 時学校がありました、なんかあの給食食べて帰る、あだけ4校時、うん、までで、金曜日はダラダラして楽しかったあまあね、たまにはいいことですけどね、まあ台風もまあ過ぎたということで、今日はまだ雨降ってますけども、今日も元気に進めていきたいと思います。はい、じゃあ、オープニングですけど、今日ですね、実はゲストが来ておりますけども、はい、ですね、私たちと、まあ、ちょっと言葉が違うのでちょっと期待されたなってバルトバってね、はい、ちっこ弁担当ということでですね、呼んでいただきました、キューナと申します。はい、ちっこ弁です。ちっこ分かるかな皆さん、ちくごです。そうですね、ちくご、ちくご、いや最初聞いた時ちょっと分からなくてちくごってどこだったかなと思ってそうそう、筑前筑後の筑後です。筑前って言ったら筑前煮かなと思ってお正月に食べると食べますか、やっぱり筑前煮はね、筑後ばってんね、筑後ばってん筑前煮食べる、ダメ煮って言うてやけどね、そうそう、福岡県ですね、福岡県の私は久留米なんですけど、はいはい、筑後川の裾のところの筑後平野のあたりで喋られよる言葉ちゅうことで、ちょっと何ウチナーグチ英語、うん、で日本語ヤマト口、そこちょっと入れてもらおうかな、ちょっと入れてもらおうかなと思って、はい、今日伺っております。はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、イタサルグッドウニゲーサビラ、ニゲーサビラ、はい、今日はじゃあ楽しく4カ国語ですね。そうですね、いや面白いですよ、はい、このなんか新しいの出ましたね、はい、本当にこれまでこのまた違うテイストというか、うん、まあ、新たにこういった感じで来るっていうのは初めてなので、あ、そうなんや、ね、はい、そうなんですよいや、もう番内筑後筑後語もう入れてください、分からんことはなかろう、 あの語尾がねちっと変わるぐらいやけど、ね、沖縄の言葉に比べたらね、うちなぐちも何回言うのか一応分からん、やっぱ単語自体が違うけん、待ってね、分からんことなかろう、大丈夫やろ、はい、大丈夫ね、喋ります、はい、はい、じゃあ、まあ元気な言葉も入りましたので、まあ元気にいきましょうね、はい、はい、じゃあ今日のコーナーというか、今日ですね進めていくあったですけど、先週が、沖縄の食べ物として、先週は何だったかな、もう夏といえばっていう食材だったね、そうですね、先週は何だったっけ、はい、覚えてますか、ゴータ君覚えてますか、わかりますよ、何でした先週は、先週は多分ゴーヤーだと思います。あ、当たってますよ、あーゴーヤーでしたね、はい、ゴーヤーもまた沖縄の食材ですけども、はい、まあ、今週のねねラジオのコーナーではパパイヤですね、はい、の方、パパヤとかってよく言いますけども、紹介したいなと思っておりますので、楽しみにしておいてください。で、後半またシャナさんの英語のコーナー控えてますのでお楽しみにということで、では最初の曲に入る前にスポンサーさんの紹介、ユタサイビーガヤ、はい、クリカラン、はい、ワッターが牛ワンカイナトールスポンサーの紹介、うんぬきさびら。この番組は住宅リフォーム建築のことなら有限会社丸内重機、有限会社ケイテル沖縄、ソフトバンク、
中野町店、ネーブルカデナ店。自分らしく生きる空間、有料老人ホーム、ニヘデホーム。有限会社、ニヘデービル。柔道制服のことなら、熊野整骨院。どんなリフォームもお任せください。株式会社3人。皆様の癒しの空間、デイサービスセンターシオン。お寿司、海鮮料理のことなら、寿司、海産物、石松。ヘアカットのことなら、ビューティーサロン、フレンド。au ショップ、ネーブルカデナ店。生きる支援職人の輩出を目指す、琉球リハビリテーション学院。アーリーラーナーズインターナショナルスクールの提供、FM 小里と沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りしています。ワッターの民仲井、ヒージーから足みじたらち、ワッターのクトゥ応援ソウル、スポンサーのグシューヨー、一平、二平デービル。ありがとうございます。いやまた新たにアーリーラーナースクールの、皆さんですね、スポンサーさんになっていただきましたので、はい、本当に感謝申し上げます。感謝ソイビン、ありがとうございます。はい、じゃあ最初の曲ですね、参りたいと思います。はい、じゃあそうですね、最初はですね、ちょっとまあ言ったら若者向きかもしれないんですけど、洋楽の方ですね。まあ天気はちょっとあいにくなんですけども、まあその、まあ、あいにくな天気を飛ばしてくれるような、今急に雨が降ってきました。喋、はい、ったからかな。まあまあいいですよ、まあ、この曲で吹き飛ばしてもらいましょうかね、はい、今日の曲はですね、カルビン・ハリスでサマーですね。サマーですね、ちょっとかっこよく言いましたけど、曲笑わないで、もうまあね、まあいいですよ、空気が良くなったということで、まあこの曲、まあサマーということで夏ですね。もう本当に夏で盛り上がるような曲になっておりますので、皆さん聴いてみてくださいね。それでは、カルビン・ハリスでサマーです。どうぞ。
はい、ただいまの曲はですね、カルビン・ハリスで Summer でした。いいですね。もうこのちょっと今違う曲入りましたけど、この曲なんですけど、カルビン・ハリスっていう方なんですけど、今世界で一番稼いでる DJ として有名なんですよね。あの100億単位なんですよ、年間稼ぎが。100億なんですよ。わからないんですけど、100億なんで、100億超えてるんですよ、年間が。どうですか、1年間で100億。そうなんですよ。じゃあね、うわうわ、これはやばいっすね。何が買えるかな。あのね、宝くじで2億円とか言われて、うわーどがんやろか2億円って思いよるとに、多分あのと桁が違うば2つ、多分ジャンボ何億円もやってますから、ね、そうだね、倍の倍で。まあそうなんですよね。まあまあ、何に使いやんすっしゃるのね。だって毎年毎年100億入ってくるんだろ。そうなんですよ ね何に使いやんなされてやろ。まあこう、まあ大体でもこの外国のアーティストなんかはよくドネーションね、あの寄付したりとか、よくこういったそういった活動を盛んにやってますんで、まあすごく一流なのかなかわからないですけど、やっぱり好きなことやって稼げるっていうのはすごくいいことですよね。うーん、コウタ君もね、コウタはさっきからエイサーの話、ね、もう夏が近づいてますから。でも、あの千葉なっていう地区はもう元々はあのなんか昔の人が、あの昭和もやってたんですけど、あの自分が生まれない前に青年会がやってますね。ああ、そうなんだ。はい、まあコウタもね、後々はもう青年会を立ってね、背負っていく男になっていくと思いますので、まあ期待しながらね、これが夏エイサーもね近くなってきてると思いますので、まあエイサーも楽しみですね。まあということで、最初の曲はカルビン・ハリスでサマーでした。一平二平デビル、 Thank you、 ありがとうございます。はい、じゃあ最初のコーナーですね、に移りましょうね。最初のコーナーに行きたいと思います。はい、行きましょうね、待ってくださいね。うちなわ便長タイム。はい、はい、毎度、のぼりか成人先生の冷やみ勝ち節ですけども、このコーナーですね、皆さん地元であるうちなわですねについて皆さんで学んでいこうというコーナーでございます。はい、今日というか、まあ、先週からですけども、先週があの沖縄の夏の食べ物といえばということでゴーヤ紹介しましたけども、はい、今週もそういった形で進めていきたいと思いますけども、今日の食材は何だと思います？なんですかね。ねえ、さっきもパパヤじゃねえ。そう、言ってました。いや、オープニングで言うたよ。いや、ありがとうございます。もう、リフェデビル。これ、ツッコミがいつもないんですよ。この波がないんで。ありがとうございます。もう、筑後、もういいですね。いや、このパワフルな感じが本当に。いや、他にもう一個あったかいって、なんか別な、アイテムがあるから、そうなんですよ、そうなんですよ。いや、ありがとうございます。もう活気づきますよ、これ。まあ、今日はじゃあ、そうなんですよ。パパヤですね。パパヤについて。皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。はい、じゃあどうしようかな。じゃあどんな風に行こうかな、はい、自分から紹介します。お願いしましょうかね。はい、パパイヤということで、ウチナー口でマンジュウイというみたいです。はい、そうですね、あんまり聞かないですよね、もしかするとパパヤって言いますよね。そうです、パパイヤ、パパイヤーかと。そうですよ ね、 そうなんですよね。あと木の売りって書いてボケ、木工、モケなど呼ばれているそうです。はい、で沖縄では野菜として利用し、炒め物や汁物、煮物に利用されています。熱帯のアメリカ原産の果物ですが、現在では世界の熱帯および亜熱帯で広く栽培されています。熟したパパイヤにはビタミン C、カロチンが多く、青パパイヤは無機質が多く含まれているので健康食品と言えます。また果物、野菜用だけではなく、ドリンク類、缶詰、ジャム、羊羹、ゼリー、アイスクリーム、漬物など広く利用されているそうです。はい、皆さんどんな料理で食べますかね、普段は。
いや何が主流ですか。そうですね、自分の家ではっていうはありますか。なんかあでもやっぱり炒め物、いってもそうですよね。あ、炒め物ですね。うん、まあ、うん、やっぱ大きなパパイヤが炒め物、うん、うん、そうですね、パパイヤ入りチーね、うん、美味しいですよね、うん、これはもうご飯と本当に超嬉しそうですね。いやもう出たらね、学校のなんか給食なんかでも出ますね。出ますもんね。出るんだ。はい、出るんですよね。だから小学校の時もだからずっとこの野菜っていうので行ったらまあ教えられてきたというか。だけたいね。そうなんですよ。だけたい。あの私のほらクルメやろ。パパヤチュータラスさもう高級果物やけんね。デパートでこうなんかあの白かもわもわに包まれて、そして海夜も高級。もう大切に。うん。フルーツやん。で沖縄来るやん。野菜でからそこら辺の庭からポキッと取ってこらすやん。もうえらいびっくりタイム。そうなんですよね。そうですね。野菜ばいな。からね。でほら今ほらもうちゃんともうしりしりされたのが袋に入れて売られるやん。売ってますね。あのね、サイン A さんとか。そうですね。ほったらもうまさかもうあの黄色かパパイヤがですね。なんでこれがパパイヤかって。もう本当もう逆切れしそうな勢い。野菜中継。そうなんですよね。だからこの、うん、本土の方々からしたらそうですね、まあ、ショッキングなそういやいやそれだってヘチマもよ。あそうですね、じゃなくて赤すりにしか使わんもん。だ本当にそうなんです、ですか。ほんとほんとほんとあのな干してからさあの中のカピカピにしてもお風呂に入る時のこの赤すりにしか使わんけ、うん、ヘチマ食べるって言ったらみんなえらびっくりしてらっすね。あのカピカピを食べるかちょもなるほど。そうそう、ヘチマ美味しかよチューバーって言うからあんなもん土下して食べるとカピカピやんって言わすけど美味しかった。でも逆に知らないですよ、うん、そうですよね。だからたわしにするたわしを知らないんですよ、うん、これをだから逆にテレビで、ね、知ったりとかっていうのが、うん、おおそうなんだと思って。自分はヘチマをあれ多分煮物あの煮物にしたり、美味しいですね。なんかあのおちゅポークとあの豆腐とか入れて、あやりますね。でそれでヘチマを入れてで、うん、美味しいよね。はい、美味しいですね。まさやでもやっぱね、うん、あれ沖縄で食べる件美味しいとやないかいなちょっと思う。あやっぱのこの地域に根ざした美味しさかなって、うん、向こうで食べたらどうやろうって思うね。まず売りよらんけどさもうほんうんと思うやっぱ沖縄の独特っていうかね。うん、うん、嬉しいんじゃないですか。なんかそうですね、これはね、この地元も増えてもらう。ということで、まあ、今日はパパイヤということで、はい、また戻していきます。はい、そうですね。日本には明治時代に導入され、沖縄や南九州、小笠原諸島などで栽培されるようになりましたが、広く流通するようになったのは海外からの輸入が許可された1968年以降のことだそうです。うん、そして昨年2011年、昨年じゃないですね。そうですね。何年前ですか。4年前ですね。2011年12月からはハワイ産の遺伝子組み換えパパイヤも輸入禁解禁と なり話題になりました。うん、そういうのもあるんですね。遺伝子組み換えすごいですね。そうですね。味がどんどん美味しくなっていくんですかね。やっぱりそういった改良も、まあ、お米のようにそうですねしていくんですかね。まあちなみに皆さんはデザートのパパイヤは食べたことありますか。ないです。お家にあるのは見たことあるんですけど食べたことはないですね。ヒロさんありますか。ありますあります。どんな感じですか。甘いです。うん、みんな甘いって言いますよね。パッと見ね、あのマンゴーと見分けがつかんで、ね、食べてみてあマンゴーじゃないし食ったって思うあーちゃーって。そうそうそう。でもほらどっちかっちゅうとあのここだけの話、マンゴーの方が若干こう格上な感じがするからお値段的にもね。そうですか。あーし食ったって思うんだけどでもやっぱ美味しいよ甘くて。あーそうですか。いやでもね、どんな感じなのか。逆にここじゃあんま食べんよ ね、 そうですね。黄色かっぷんはね全部フライパンの上になりますよね。そうですね。まあ、青いうちに食べちゃおうということでなかなか黄色だったこと見たことなかったもんね。うん、まあ、そうですね。話ちょっとずれるけどあれがあるやん、あのゴーヤ、はいはい、ゴーヤもそのまんま、はい、あの青かまんまやなくてこうそのままナットかすやん。
あの、トランでおったら中が赤くなると知っと黄色くなってきて、熟してくると種の周りが赤くなるやん、あの、あれが美味しいとよ。えら甘か、甘い。実はね、えら甘かち時々食べよったらね、なんかインドとかではそこの部分を食べるとげな、果物として。沖縄は早いんですかね、じゃあ全部だけみたいね。緑がね、全部緑から食べますけど、大きいところ変わればたいねって思ったとこです。あ、甘いんですか。甘い。デザートに。じゃあもう本当に本当にあのね、チュルチュルっとして甘くてえら美味しかよ。一回うちで育ててからしてんね。やっぱあの、ね、切ってしまうとね、どっちかと先にあの傷んじゃうけん、うん、こう熟するまでなったところを取って食べたらえら美味しか。私は好き。はなんかあれってなんか腐ってんのかなって思った。でも見た目がね、詰まってあれは売れてると。へえ、腐っとるで。面白いですね。中の悪化ところも食べとって、種の方こういつもうたちがほら白いとば種と一緒にしてるやん、 あそこの白い部分がアコなるとよ。へえ、えら美味しかよ。苦い部分がこういった甘いものに。ちょっと腫れずれたね、すんません。いやいや面白いですね。はい、いや、ありがとうございます。まあ、パパイヤも効力がたくさんあるみたいで、はい、そうですね。紹介していきましょうか。はい、そうですね。まあ、ゴーヤもたくさん、効果ありましたけども、はい、パパイヤはですね、胃の健康を保つ効果がありまして、うん、未熟化っていうか、青パパイヤはですね、パパインですね、まあ、成分なんですけど、パパインをはじめとする、三大栄養素、炭水化物、タンパク質、脂肪の分解を促進して消化させやすくする酵素が豊富に含まれています、うん、そのため食べ物を消化する胃の負担が減り、胃もたれの予防改善に効果的ですと。でまた、生活習慣病の予防改善効果があるということで、パパインですね、成分なんですけども、パパインには血中の悪玉コレステロール LDL と言われていますけども、減少させる働きがあると。さらにパパイヤにはカリウムが、先ほどもありましたけどね、カリウムが豊富に含まれているため、ナトリウムの排泄を促し、血圧の上昇を抑える働きがあります、はい、そのためこれらの成分がバランスよく含まれているパパイヤは高血圧を防ぎ、動脈硬化などの生活習慣病の予防に効果的であると考えられていますということで、まあ沖縄は昔ね、長寿県なんて言われましたけども、最近ではちょっと歩かないうちなんちということで大変有名になってますけどね。そうですね。まあこういったそういった食材ね、ぬちえなったら薬もん、ぬち薬ということで、こういった食べ物をやっぱ昔の人たちがね食べてきて今までも残ってるということで、こういったあの栄養をはっきり見せることでもっとなんか売り上げが上がるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、うん、なんか知らなかったんじゃないですか、こうなってなんか。そうですね。そういう生活習慣病を予防したりとか、うん、大変問題になってますからね。自分もそうなんですけど、うん、ちょっとお腹大きいんですけど。なんか違う意味に聞こえる。いやでも行ったら、ま、あの先ほど木村さんから裏で聞いたんですけど、この パパイヤはあれなんですよね。打ち合わせ裏って何裏に体幹の裏に決して悪いことをしないんですけど、お肉と一緒にやると、そうそう、あの酵素がね柔らかくするうちてから、うーん、あのパイナップルとかと同じ感じらしい。うーん、ではあの聞いとったけどね、はいはいはい、なんでかは知らんだよ、パパインやらは知らんけどだよ、そう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 、なんかあの一緒に煮たら柔らかくなるけど、豚肉とかと一緒に炊くとはえらいよかよっていうのは聞いとった。いやこのしかもまた相性がいいですからね、お肉のお肉系とまたご飯とまたね合うんで、だけどこの脂肪とか炭水化物も、分解して促進してくれるということで、大変万能な 食材ですね。素晴らしい食材ですね。やっぱあのコレステロール減少させるとはでかいよね。そうですね、えらいよかねこれね。うん、まあ、あなた方はねまだ若けわからん目ばってんかったある、ね、程度年齢がいくとですね、やっぱ高血圧と悪玉コレステロールはですねもう気をつけなんですもんね。やっぱそうですか。うん、
もうしょっちゅうもあっちこっちで引っかかりますもんね。やっぱこうちょここら辺はね、うん、声を大にしてパパヤを食べましょうと。いやまあそうですよ、うん、まあこの先週のゴーヤも同じような感じで同じような効果がやっぱり似てるあるんですけどもビタミン C も、まあ、多く含まれているということで大変有名なんですよね。はい、まあありますけども美肌効果があるんですけども、うん、ビタミン C やリコピン、リコピンっていったらトマトに入ってますね、うん、カロテンなどカロテンは人参ですねなどが豊富に含まれているパパイヤにはシミやそばかすを予防し張りのある若々しい肌を保つ効果があります。うーんということでこれはね女の人たちにはぜひ食べてもらいたいと。だから便秘もだからさっきも排泄も良くしてくれるし肌の肌にもいい効果がある。もう何をとっても全てにおいてそうですねパーフェクトな感じがしますけども。はい、だからやっぱりうちなんちがねよく散らかぎとかって言われますけど、まあ、これもやっぱりつながりがあるんじゃないかなとなんか思いますね。やっぱほんなら日光がね強がけんやっぱほら、うん、こんなビタミン C が多か食材は鳥鷹とかねあの人間的なそうですかね本能的な確かゴーヤーもやろ。そうなんですよ。そうですね、ゴーヤーも確かそげな感じで似たような感じだもんね。たくさん入ってますね。夏だったらゴーヤー食べたくなるやんやっぱ体が欲するとよやっぱそうですよ。だからまたゴーヤーはまた夏バテ防止っていうのもあるみたいなの で、ね、また沖縄の柑橘系だったりとかシークワーサーだったりとかねパイナップルもそうですけど、うん、ビタミン C 王国ですね。あまあ、ピーク、ねまあ、今ちょっと、まあ、なんか間違ったなと思ったんですけどあ、まあ、すごく沖縄の食べ物っていうのはすごく健康的でかつ美容にもそして栄養もいいということが分かりますね、うん、はい、まあ、ちょっといろいろ紹介またしたいんですけどもたくさんあるんですけども、まあ、最後にはい最後にじゃあはい、なんかパパイヤの遊び方選び方があってこの皮にあ、待って余韻がちょっと待って余韻が皮にこのツヤがあってこのずっしりと重みがあるもの、うん、で、この表面がカラカラに乾燥していたりシワが寄っているものは古いものなので避けましょうということで、うん、でこの皮の色が完全に黄色くなりこの匂いが強くなってきた頃が食べ頃だそうです。へ、うん、その頃には表面に、まあ、食べるならやろ。そうですね野菜は青かままで、まあそうですね野菜はもうそのままいける、うんまあ、ツヤがあるものを選びましょうということ で、うん、ゴーヤもまたね同じように重かったら上等って言って、あとブツブツが多ければ新鮮なゴーヤーって言ったので、でもなんか道とかにも全然なってますよねゴーヤーって。そうですね。だから泥棒が現れてもおかしくない、ね。だからそうですね。なんか一時期ほらあの日よけにゴーヤー偉いよかよって言ったらテレビでもね偉いよったけんね、はいはい、それ結構増えたかなですかね。グリーンカーテンって言いますけどね、うん、エコーでねなんか何とか偉い変わるっちゅうもんね。そうですよね。またお家であったらまたいいですよね。子供たちもまた育てながら楽しいし、うん、食べ物のね大切さだったりとかっていうのを学ぶと思うので実がなる植物はいいよね、はい、なんか育てる楽しみがあるよね。まあということで今進めてまいりましたけども今日はパパイヤですね。まんじゅういまんじゅういまんじゅういなぜ3回言ったの。まあちょっとまあ繰り返していたんですけど早口言葉ですまあパパイヤなんてパパイヤなんて言いますけども、うん、今日は紹介してきましたけども、うん、まあこの季節ですね特にパパイヤ1なんかはすごくいい感じではい、美味しいですね。パパイヤイリチ、何とイリチする？あー、なるほど。パパイヤイリチ、ひき肉とか、ね、ひき肉、ポーク、なんだポークトゥナ、トゥナですね。あ、トゥナコンビーフも美味しいよね。あー、いいですね。あー、面白いね。いや、
家庭の味があるんだね。そうね変わりますね、それぞれ。全部美味しいですよ。結局美味しいやけど。どこも美味しいですよ、もうこれもう。もうリュウム先輩この話した以来ずっとリタリタしてますから。そうなんですよね。ゴーヤーモーナーちゃんしたんですよ。何と混ぜるかって。何としても合うけね。そうですよね。美味しか美味しか。いやー、まあ、ということで、はい、今週はパパヤ、パパイヤですね、について。はい、皆さんですよね、一緒に学んできましたけども、はい、もうぜひこの夏お母さんお父さんに頼んで作ってもらってそれ自分でね作るのもいいと思いますのでぜひ挑戦してみてくださいということで内縄便長タイムのコーナーは以上です。一平二平デービル。はい、じゃあコウタ君の歌の紹介でねしてもらいましょう。はい、今日の曲はビギンで三振の花です。この歌は沖縄のふるさとを良さを教えてくれる曲です。忘れられたおじいの三振を響く音色で蘇る風景家族の思い出により心を温かさを感じさせます。また響く沖縄に対して思いが伝わる曲です。ラジオ視聴力収容、仕組み勝利を。それでは三振の花です。どうぞ。
はい、コウタくん。はい、ただいまの曲はリーンで三線の花でした。コウタ、もう一回、もう一回、コウタ、タイトルもう一回言って。あ、今日の曲は三線の花っていう曲です。そうでしたね。この曲はですね、ビギンっていう、なんか沖縄のアーティストさんが沖縄を盛り上げようと作られた曲となっていて、うん、で、うん、A さんもA さんを取り入れた曲となっていますね。そうですね。ビデオの方も A さん入ってますよね。はい。まあ、自分もカラオケで歌ってます。ああ、いいですね。いやこれは本当に、でも実はですね、昨日かな、夜おじさんとカラオケ行ったんですよ。急に行こうって言われて、夜に。そんな下りですか。台風だったんで。で、やっぱ歌ってましたね。やっぱりみんな、やっぱうちなんちは歌うんじゃないですか。うん、なんかこのメロディーもいいし、言ってることもなんかいいし。ちょうどまた和みます。そうですよね。なんか夕日見てるような感じになるのは私だけかな。かは分からないですけども、まあ、それぞれね、歌聞きながらそれぞれ思いあると思うんですけども、まあ本当に沖縄に対する愛っていうのがすごく感じる曲になってますね。ということで、コウタ君、じゃあ今日の曲は何でしたか。今日の曲は三線の花です。ぜひ聴いてみてください。一辺二辺デビタン、ありがとうございます。はい、はい、はい、じゃあ次のコーナーは何でしょうか。次のコーナーはシャンの英語のコーナーです。よし、今日はどんな感じですかね。今日はなんか短い一個の単語を説明したいです。で、はい、その単語は Fat Chance、 ファットチャンスって言うんですけど、まあ、ファットはデブとか脂肪っていう意味があるんですけど、チャンスが可能性、可能性、でチャンスね、チャンス。ファットチャンスはなんかデブな可能性、なんか絶対無理とかありえないという意味なんです。だからなんか友達に何か言われてありえないなと思ったら言います。はい、で、そのありえないは英語でファットチャン、ファットチャンス以外にも impossible とかノーチャンスと言います。で、例文は、はい、Do you think she will lend me money? 彼女はお金貸してくれるかなって。で、fat chance。それはありえないかなって。いや、なんかね、ケチな人かな。ね、はい、なんかちょっと、なんかね、練習しますか、ね、はい、はい、Do you think, Do you think she will, she will lend me money, lend me money, fat chance, fat chance。 なんか超視線感じるんですけど、わかんないです、ずっと見てますよね。いや、まあ今日はユーストリーム映ってないですけど、まあね、まあ言ったらね、ファットっていうことで、ファットってあるんですよね、あんまり言ったらね、ダメなんですよね。言ってもいいと思います。なんか悪い言葉かな、なんかデブだから、まあね、デブになった本人が悪いですよね。まあ頑張りますよ、パパイヤ食べて、はい、よし、はい、ね、教えてください。はい、で、これとこれの類語が impossible と no chance、 覚えておいてください。 no chance、はい、これも練習していきましょう。はい、 impossible、 impossible、No chance、 No chance、 はい、うーん、これでコーナーはおしまいです。コンパクトに。まあ今日はね、早いですけど、ちなみにキュナさん、はい、筑後語ここでだけ、筑後弁あんまりね、単語自体が変わることはないけんね、あんまり、ありえんって言ったら、あ、そいやなかっちゃないとかね、さなかろうとかね、そんな感じかな。どうかな、どうなんやろかね、うん、厳密にあるかんしれんけど、私は知りますすみません、私さんの代ではもう使わんですね。ああ、そうですか。あ、さやなかばーいとか、そげな感じ。うん、
あの言ってそうですね。ゆばい、ゆばいもん。沖縄ではどうですかね。当たってるかな。はい、なんか嘘っぽかったのね。あ、まあ。ゆくさやとか。ゆくさや。好きえみたいな感じですね。ね、あ、本当かみたいな。まあこれじゃないさ、日本語さこれ。あるかな。多分わからないだけだと思うんですけど。まあ一応これは勉強してくるとして。次の週に、はい、言いましょうね。ありえないっていう言葉。まあ今いいや。よし、じゃあシャーナの、じゃあこの英語コーナー大丈夫ですか。はい、以上ですか。はい、はい、今日はファットチャンス。ね、ありえない。ありえないっていうことで、皆さんもぜひそういった状況に出くわした時はぜひファットチャンス使ってみてください。あの一つ質問なんですけど、はい、この他にも言葉があるやん、インポッシブルやらノーチャンスやら、これはどげなん時にこの使い分ければいい。ああ、いい質問ですね。ね、これは比喩みたいな、そのなんか表現の仕方だから、うん、ですから使い分けなくてもいいと思います。好きなのば選んでよかった。はい、ああ、そうなんですね。なインポッシブルがいいな、なんかかっこいいけ。直訳すると不可能って意味になっちゃうか、なんかちょっとニュアンスがまた違う、変わってくるのかな、やっぱ前後のあれによって変えなのかな。そうか、ファットチャンスとインポッシブルとノーチャンス、ノーチャンス、はぁ、不可かにゃ。そうですね。いや、いや、難しいですよね。ちなみに難しいです。そうですよ、また言語っていうのはまた、そうですね、深いですからね、多様ですからね、はい、まあ、英語もまた勉強しながら、はい、はい、学んでいきましょうね。はい、じゃあ、うん、今週の英語のコーナーは以上ですか。はい、はい、わかりました。はい、Thank you very much。ありがとうございます。一平二平デビル。はい、エンディングですね。もう50分です。早いですね。もういつも早いですねって言ってますけど、あ、危ない。わしとったん。はい、あいや、ちょっとナースの。だからナース今日髪切ってるよね。前髪が。ね、まあ今日もね、似合ってますけども、じゃあコーナーに移ってもらいましょうか。はい。あ、じゃあ最後にクガニクツバを紹介したいと思います。はい。はい、中のクガニクツバや歌人会トゥファキスです。このトゥファキスというのは大和口で唾って書くんですけど、この風に向かって唾を吐けば自分に返ってくるという意味です、直訳すると。で、この人の悪口を言ったり傷つけたりしたらやがて災いが自分に返ってくるとの例えで、この句が憎くてばは世の中のあらゆる物事に不満を持ったりあるいは敬遠したりして自分を変えるということをせずに世の中のせいにばかりしている人を戒めているそうです。で、この悪口を言う人っていうのはこの周りをネガティブにさせるだけじゃなくて、このマイナスな言葉を発している分自分自身の価値を下げているので、この誰も得しないと思うんですよ。で、この言葉っていうのは生きているので、この口は災いのもとというように周りにも大きな影響を与える重要なものだと思うんですね。で、このだからこそこの周りや世間が変わるのを待つのではなく、この自分からいい言葉だったりこの選んで周りにいい影響を与えられる人になれたらいいと思います。素晴らしい。今日も素晴らしいですね。いやーね、いつもね、だから最近ならすよね、来れなかったんよね。そうですね、先週は、はい、先週は、あ、先週は、いや、先週とかって美月がね言ってましたね。出てましたけど、いや、やっぱね、なんていうのかな、いや、合うんだよね、この曲とか。ね、声がいい。そうなんですよね。もう美月くんもね、ぜひ頑張ってほしいですけど。はい、ぜひ。いや、この後、ね、狙えるかな、この立ち位置ね。戦争ですか。ポジション、そう、まあ、そうですよ。いや、本当に入ってきますよ、耳に。いや、ありがとうございます。はい、じゃあ今日の言葉は何でしたっけ。はい。はい。ごめんよ。
はい、歌人会トゥファキスで、風に向かって唾を吐けば自分に返ってくるという意味です。はい、これね、都言葉ですね。あ、そうですね、都言葉です、うん、いつもね、しまくてまも、うん、沖縄内縄口紹介してますけど、うん、他の離島の言葉なんかもね、これからもどんどん紹介していきたいなと思ってますけども、うん、ね、はい、はい、今日の、今回の、今週のクガニクテムのコーナーは以上ですか。以上です。はい、一平二平デイビル。はい、一平二平デイビル、ありがとうございます。はい、エンディングですね。はい、はい、やっと、はい、2回目のエンディングですね。そうですよ、はい、53分になりましたので、そうですね、なりました。いや、今日木野さん いかがでしたか。あ、楽しかったです。あ、また暇があったら呼んでください。あ、お願いします。すぐ今うちとこやん。あ、そうですか。ちょいと来るけすぐ呼んでぜひ来てください。いや、ぜひ、ぜひ、いや、ちょいっぺんにフェーデイブル、今日は筑後弁担当の木野さん、はい、ゲストに迎えました。ありがとうございました。楽しかったです。いや、ありがとうございます。はい、じゃあ最後にお願いしましょうかね、はい、いつもお世話になっているスポンサーさんの紹介です。今日のでんでんラジオ、ラジオ子ども大学の時間は、有限会社丸一重機、有限会社ケイテル沖縄、ソフトバンク中野町店、ネーブルカデナ店、有料老人ホームニヘデホーム、有限会社ニエーデービル、熊野整骨院、株式会社三人、デイサービスセンターシオン、寿司海産物石松、ビューティーサロンフレンド、au ショップネープルカデナ店、琉球リハビリテーション学院、アーリーラーナーズインターナショナルスクールの提供、 FM 小里沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りいたしました。それでは今週もみんなでお別れしていきましょう。そうですね、キューナさん最後ですね、はい、またヤーサイ、またヤータイって言うんですけど、はい、女性なんで、またヤータイっていうふうに、はい、せーのって言うんで、はい、あとお願いします、お願いしましょうね。はい、はい、じゃあそれではまた来週。 See you next week。 せーの、またヤーサイ。